私の好きな人の中に、フランク・ギムニーというアメリカのジャーナリストがおられて、今は TBS ブリタニカの責任者でいらっしゃるんですけども、太平洋戦争の時に、例えばドナルド・キーンさんとかサイディン・ステッカーさんと同じように海軍の日本語学校に入られて、そのために日本通になられた方でありますが、この人の本を読んでました時に、日本は職人を崇拝する社会だという言葉がありまして、そう言われてみるとそうだなと、まあ、職人っていうのは技術ということに置き換えて、考えてみたいと思うんですが、なかなかこういう社会は少なくて、例えば、お隣の韓国朝鮮というのは以前においては職人というものは重んじられませんでした。非常に重んじられなかった社会であります。中国も同じでした。中国も随分、職人、つまり、は非常に職人的技術というものは非常に発達した、社会であったんですけれども、必ずしも職人というのは重んじられずに、やはり重んじられたのは、形状的なものを考えたり、思弁的な能力を持った人とか、あるいは偉い管理とかいうものが重んじられて、職人はやはり、重んじられなかったようです。ヨーロッパでも似たようなもんだと、まあ中国や朝鮮よりは、重んじられたでしょうけども、日本は際立って、職人が、例えば左甚五郎というようなものは、大変な尊敬を江戸時代および明治大正の講談の種として、活躍する、こういう職人を尊敬する社会、これが昭和とどういう関係があるかを考えていきたいと思います。まあ、日本に技術が来たっていうの、高度の技術が来たっていうのは、やはり仏像がやってきた時ですね。それまで、日本人っていうのは、例えば人間の形を作るのに今ある埴輪、あの程度がリアリズムでした。ところが仏像がやってきた時、非常なショックでした。人間と同じ姿をこれ作れるんだなと、人間と同じ姿のものがやってきた。そしてそれに、金メッキをしてあるわけです。これは大変な技術であります。ですから確か日本書紀でしたか、その通りの文章だったかどうか、異国の神はキラキラしと、キラキラしと、キラキラ光っている。非常なそのリアリズムに驚くわけで、そしてそのメッキ技術に驚くわけで、そして鋳造技術といいますか、青銅を作る技術に驚くわけで、そこから日本の人の技術への憧れが出発するわけであります。無論建築、これにおいてもお寺の建築が入ってくる、これは大変な驚きであります。まあお国自慢をするわけでないですけども、日本の奈良時代の建造物法隆寺、あるいは東大寺の大仏殿、奈良の寺々というものはですね、薬師寺も入りますが、それを作り出した作り出す能力を持っておった中国や当時の朝鮮の出来よりはいいんじゃないかと、まあお国自慢ですが、これは、そういうものを作る人々
を尊敬する、当時から尊敬するという作る人々は非常に励みになり、まあ今の流行りの言葉で言うと元気になる。でそれがやはり彼らの創作力といいますか、必ずしもオリジナリティばかりではなくて伝統技術なんですけれども、その中で自分がちょっとこうやってみたいという、こうやるとちょっとこの薬師寺の塔もかっこよくなるんじゃないかと、そういうことが、入ったんじゃないか。だからやはり尊敬された上で薬師寺の塔という、中国や朝鮮にはちょっと似たようなものがない、中国や朝鮮の技術でありながらそれ以上のものが出来上がったというのは、作り手たちの、心の弾みがあったんだろうと。心の弾みは繰り返すようですが、それを尊敬する一般の人々、あるいは、当時の偉い人々が、君は大したもんだということがあったんだろうと。ですから日本というのは非常に食技術を尊ぶ国であります。まあ農業においてもですね、まあこれはガタッと話が変わりますが、我々はもう今はその肥料を使ってませんけれども、下越というものが農業の肥料の中心でした。これは秀吉豊臣時代ぐらいに伝わったものであります。伝わったんだろうと思います。すでに中国の横須賀下流地方では、稲作地方では、これを使ってましたから、それがもう江戸時代にはもう全日本に普及した。それは取れ高がうんと変わったと思います。中国の場合は横須賀流域地方は、それを用いておりましたが、どうもこの河北の方、例えば北京とかその周辺では、19世紀になっても用いてたかどうかちょっと疑問なところがあります。全中国はそれを用いてたということは言いにくですけれども、日本はその一つそういう素晴らしい肥料の、つまり農業に関する技術が入るとさっとこの全国に広がる、そういう国でした。まあ、芋のなら芋のというものは、古くに入ってるんですけど、あれはなかなか難しい技術であります。高度の温度を出さなきゃいけないんで、そして鉄なり、銅なりを湯のようにしなきゃいけませんもんですから、なかなか定着はしたものの広がりが少なかったんですけど、室町時代にはもう大変な広がりようでした。芋のというのは、大変な技術になってきました。そういうわけで、江戸時代を迎えるんですけれども、江戸時代、まあ、この前に、物騒な兵器の話を、まあ、私はこの問題を昭和史は兵器の話、この下りは技術といっても軍事技術の話にどうも行きかねるだろう、行くんだろうと思います。鉄砲が伝わってきます。天正11年でしたかね、種子島から伝わってきて10年経つともうほとんど広がっておったと言われてますが、鉄砲というのは難しい技術でありましてですね、鉄の棒を一つ、あれをこう芯をくり抜くんじゃないんですね、くり抜く旋盤は当時ありませんから、だから鉄の棒をこう置きまして、その薄いこの板を、鋼の板ですが、これ巻いていくわけであります。張っていくわけであります。ですから鉄砲というのは当時の言葉でですね、戦国諸島もしくは室町末期の言葉で鉄砲を作るとは言いませんでした。鉄砲を張るという言うように言ったわけで、張るわけであります。で、当時よりちょっと後の17世紀ぐらいにロンドンで発行された、まあ、世界地図ですね。まあまあ大した精密な地図じゃありませんが、その縁にこう各国の風俗が、象徴的な風俗が書かれておりましてですね、東アジアの地図ではですね、いろんな民族がいます。でその日本人がいます。日本人は鉄砲を担いでます。つまりそのぐらい、つまり鉄砲が普及したわけである。そして、江戸時代になる。江戸時代になるとですね、
これ江戸体制の原理というのはもう徹底的な何て言いますか、非武装、大名には形ばかりの武装は許しますが、戦国における戦国末期における武装の範囲を出ないように、幕府は統制しておりましてですね、やたらと鉄砲を作ったりまして新兵器を作ったりすることは、法律よりも思想として禁じておりましてですね、幕府の怖い目に睨まれるのは嫌ですから、兵器というものは発達しませんでした、ですからこの日本刀の飾りとかですね、それから鉄砲に象眼を入れたりして美術的に美術工芸品のようにしていく、まあその兵器よりもそれを美術品にしていくという方向が江戸時代でした。江戸時代っていうのはなかなか、立派な時代ですな。実にもう少し世界の人が江戸時代の研究っていうのをしてほしいですね。非常に日本のこの広くもない、国土の中でこれが天下でした。天下っていうのは地球というぐらいの意味があるんですけど、これが天下でした。天下は、この範囲内では実によく収まっておった。いろいろ欠点はありますけれども、でそれが明治になってですね、まあ明治維新というのは徹底的な革命ですな。しかしある意味ではこのフランス革命やロシア革命のように、下から起こってきて、でこのぐらいフランス革命は必ずしも下から起こったんではないという説があるそうですが、下から起こってきてですね、下革命じゃなくて外圧によって、日本は統一国家にしなきゃその植民地になってしまうという、要するに植民地になるかもしれないという不安と恐怖心とがその国民のコンセンサスになりましてですね、統一国家ができて、その代わりいろんなものを、例えば大名もお侍さんも自らのつまりいろんな既得権を捨てました。そして、国民の9割を成しておった、侍以外の階層の人たちは、名字をつけてですね、侍のようなかつての侍のような姿を取ることによって、国民国家が成立したということに、まあ、一応はなってます。そしてこの軍備であります。軍備というのも明治初年の軍備というものはですね、決して対外侵略のものでなくて明治維新政府を守るためのものでした。これは明治初年の段階であります。ちょっと今技術のことで、思い出したんですけれども、非常に面白いエピソードがあるのはですね、これ前に言ったかな、ペリーショックが嘉永6年にペリーがやってきて今の東京湾に入らんとして、日本中が大騒ぎになって、ここから幕末の騒乱が始まって明治維新に至るわけであります。ペリーショックがなければ明治維新というものは起こらない、ペリーショックが、まあ、日本史上最大の事件の一つであります。それは何にショックを受けたのか、それ以前にも無論オランダ人も来てますし、前後してロシア人も来てますが、そしてまた長崎に、イギリスの軍艦が突如入ってきたこともありますが、それほどのショックを受けなかったのになぜペリー によってショックを受けたかというと技術であります。軍艦がペリーを連れてきた軍艦はオートマティックに動いてるんであります。炉とか帆とかいうもので動いてるんでなくて蒸気で動いてる。それはしまったと、日本人はもう我々は
世界から遅れてしまったと。我々は、こういう技術で、ひょっとすると征服されるかもしれないというのが驚きの、つまり芯といいますかコアでありましてですね、要するにペリーのに象徴される技術で、技術に驚いたわけである。そして江戸湾に当時お大名が幕府の命令で、動員されまして、警備、随分江戸湾の警備に、当たったわけだ。当時古道具屋が大儲けしたそうですね。なぜかというと、江戸200数十年の間平和でありましたから。そして江戸大政の武装は、大体戦国の武装ですから、鎧兜を買わなきゃいけないというので、それはもう古道具屋へ走っていかなきゃしょうがないんで、古道具屋には鎧兜を時々飾ってありますから、それがもう不定してですね、古道具屋さんも大儲けしたという話であります。同時に面白いのはですね、こういう船を作ってやろうと、少なくとも3人の人物がそう思いましてですね、3年後に3人とも完成させたわけであります。薩摩の殿様と鍋島の殿様と、そして宇和島の殿様であります。薩摩の殿様はやはり大半らしく、なかなかずるい手を考えまして、長崎でオランダ人の士官にと話をつけまして、こっそり来てもらって、それの指導を得た。で、佐賀の鍋島の 佐賀県ですね、今の、佐賀の殿様はですね、もうすでに自ら相当な、つまり長崎に近いもんですから、物理や科学やその他のテクノロジーの技術は佐賀藩というのは割合持ってましてですね、自ら、似たようなものを作った。宇和島は遠いです。そして佐賀や薩摩のような大半じゃありません。10万石であります。でこれがですね、どうして作ろうと思ったら、八幡浜から宇和島のお城下に移住してきて、非常に器用な人間がいまして、器用貧乏というのを絵に描いたような人でありましてですね、提灯の張り替えをしておりましてですね、それを商売である。で提灯の張り替えだけでなくて、仏壇の修繕もしておりましてですね、それも器用に修繕します。加助さんという人が呼ばれましてですね、お前作れと。これはとうとう加助さんが作ったわけである。まあオランダの本がありまして、蒸気機関の、についての本があって、それを後に、明治陸軍を作ることになる大村益次郎が、当時宇和島に身を寄せておりまして、村田蔵六という名前であります。でそれが翻訳をして、本を翻訳しただけで、で加助さんに見せて、加助さんが考えて、もうこれ発明と同じですね、蒸気機関を作ってしまったわけだ。まあその間いろいろ加助さんの苦労がありますが、その船は動くことは動いたんですけどですね、お船のボディの割にはエンジンが小さくて、宇和島湾をひょろひょろひょろっと行って、こう大きな波があるとヨタヨタするというような船だったんですけども、当時この船を作ってやろうと江戸湾でその思った3人の人たちは、政治的な一つの何と言いますか、多分金税が一つ取れたんです。江戸幕府がですね、各藩に大きな船を作るなというのは江戸幕府の大きな大きな金税でした。それをその法律を廃止しましたもんですから、大半は大きな船を作ることができる、大半じゃない、各藩は作ることができるようになりましたから、それを思いついたわけで、だから政治的な制約が取れれば、さあ技術だと、さあ技術だと。で技術、つまり直接兵器につながるような技術は、決して開発してはいけないというのはムードの江戸時代がその場所で終わったわけですね。
そしたらすぐさま蒸気船を作ってやれというところに行って、そしてまた明治政府もですね、早い時期に小さな軍艦は自分の国で作るようになってました。明治10年代20年代は、当時幕府時代からあった横須賀の、これはフランス人が設計して作ったものですけれども、そこに、江戸幕府が末期の頃に小栗上野介が監督して勘定奉行でした。そしてその幕府は潰れるかもしれないけども、潰れてもこれはつまり残るんだというつもりで、割合しっかりした造船施設を作りました。それがその後に行きまして、戦艦は作れませんが、それより小さなものはだいたい国産で作れておったわけであります。それが明治のある時期までは作れておったわけであります。まあつまり技術の好きな民族だというのは、いいことか悪いことか分かりませんが、そういう民族性が割合古くから奈良朝時代ぐらいからあったんですね。そしてその